きまして、会津エロソク祭りと体感光の森ミュージアムについてご説明を申し上げます。まずはじめに会津エロソク祭りですが、今回第18回目を迎えます。今では冬の会津の風物詩となっている行事でありまして、現在会津青年会議所を中心とした実行委員会が準備を進めているところであります。開催日は2月10日金曜日、11日土曜日の両日、鶴ヶ城予約園を中心として行われます。詳細については別紙のチラシをご覧いただきたいと思います。たくさんの思いと行動から生まれたこの祭り、今年も約1万本の柔らかく暖かいエロウソクの光を楽しんでいただけると思います。またこの会津エロウソク祭りに続き、翌2月12日日曜日から1ヶ月間、体感光の森ミュージアムが開催されます。このイベントは今年初めて行われるもので、単にイルミネーションを見て楽しむだけでなく、キネクトというジェスチャーや音声認識で操作するための装置を利用し、人の動きに反応して LED を点滅することで参加者の方が光を演出できるエリアを設置いたします。また紙の立体造形の折り切り折りを生み出された美術家半沢雅人氏の光の万華鏡の演出や、日本ライトアート界で著名な大阪拓郎氏の監修で、輪郭の幻想的な和の世界などを見て楽しむことができます。この2つの冬のイベントが全国から注目され、そして市民はじめ観光客にも楽しんでいただきながら、冬期間の誘客の一助になればと思っております。私からは以上です。